On the ice, representing Estonia, Margus Hernits. 2番、マルグス・ヘルニッツさん、エストニア。エストニアの21歳、マルクス・ヘルニッツはショート19位でした。最初は得意のルッツです。綺麗に決めました。トリプルダブル。フリップも難なく。この3回転ループ3回転少しスピードがありません。円を描く、そう、サーキュラーステップです。ダブルアクセル。4分30秒滑り切りました。エストニア、マルクス・ヘルニッツ。
前髪が非常に印象に残ります。パリに住む21歳、2回目のオリンピックです。前回はショートの最中にスケートが壊れてしまいまして再滑走しましたがフリーへは進めませんでした。得意のルッツジャンプ、少し軸が傾きましたがこらえてダブルトーまで持っていきました。こうしたコンビネーションジャンプ、これはフリップですね、単独ジャンプというのがあります。ですから全く自由演技というよりはジャンプそのうちコンビネーションあるいはジャンプシークエンスを含まなくてはいけません。たくさんのジャンプの種類を飛ぶことは高い得点につながります。同じジャンプを何度も繰り返してもそれは減点されていきます。フリーというので何度も得意のジャンプをやっていってはいけません。ですから同じジャンプでも単独とそれから後に第2ジャンプをつけるコンビネーション、それは別のものと扱われます。さあ6点満点で 4.8、4.9 というところ、これが技術的な部分を見ます。そして表現点、芸術的要素を多分に含んだ、これが非常に難しい。合計得点が同じ場合は下のプレゼンテーションが高い方が上位に順位をつけられることになります。